写真拡大。30日に韓国キトバリチジャンで開幕した第29回 WBSCU18 ベースボールワールドカップ全試合テレビ朝日系列 BS 朝日アベマ TV で放送。この大会で悲願の世界一を狙うのが野球日本代表侍ジャパン高校代表だ。過去の大会では準優勝が最高成績。初めての世界の頂点に向けて韓国の地で決戦に挑む。2004年、このワールドカップの前身となるAAA世界野球選手権大会の高校日本代表を監督として率いたのが元横浜高校監督の渡辺元聡氏だ。今大会試合を中継するテレビ朝日の解説も務める渡辺氏はフルカウントのインタビューに応じ、今大会の展望や国際大会を戦う難しさなどを語った。やはり金メダルを取ってもらいたいですね。長い間の高校野球界の夢ですからと、まず期待を口にした渡辺氏。大学日本代表との壮行試合もチェックした上で、この前の大学生との戦いを見ても十分に戦える。当初考えていた佐々木投手、奥川投手、この2人がちょっとしたアクシデントで遅れていますから、この2人の選手に目処が立てば十分に戦えると思います。その間のオープニングラウンドをどういう風な選手のやりくりで戦っていくか、永田監督の采配の妙も大事じゃないかなと思いますと展望した。20人の代表メンバーは投手9人、野手11人という顔ぶれになった。遊撃手を本職とする選手が6人いる一方で、本職を二塁手とする選手は0人。外野手は2人というメンバー構成になっている。渡辺氏は内野が外野に行ったり、ピッチャーが外野に行くというのは、守りの点ではこれはちょっと不安があります。本人たちはトライはしていると思いますけども、難しいプレーになると専門にやっていないと不安はあります。あとは投手が外野をやって怪我しないか、非常にハードなスケジュールですからその点も心配ですという。その一方でこのメンバー構成から見える狙いも感じるという。足が速い選手を揃えていますから、そういう面では監督の思惑通りに動いてくれるのではないかとした渡辺氏。金属バットから木製のバットに変わり、打者が苦戦するのはこれまでの国際大会でもたびたび課題として言われてきた。渡辺氏はずっとやってきたことを急に木のバットだから変えろと言っても難しいと語り、一朝一夕で木製バットに適応するのは困難であるという。だからこその機動力だ。変わらないものは何かということですね。やはり自分に身につけている個性です。その個性をどうチームに生かすか？同時にロースコアゲームになると、そう簡単に連打はなかなか出ないと思います。そこで足を絡めていく。壮行試合の大学代表との試合でやって引き分けたのはすごく大きな収穫があったと思います。こういう野球をやってくれれば明るい見通しがついてくると思います。日本のお家芸であるスモールベースボール、甲子園などでは多くの本塁打が飛び出して長打力のある打者が注目を浴びるが、国際大会でそれをそのまま発揮することは難しい。2戦目からはより手強い相手が待ち構えている。慣れない木製バット、そして動くボール、打線爆発が難しい舞台で機動力を武器に世界の頂点を目指すべきだと明白楽は語っていた。福谷祐介。